おはようございます。もしもです。今回はワンピースコラボの中でこの武器だけはぜひ持っておいてほしいなという武器を7つほど紹介していこうかなと思います。今回は攻略編ということで、周回編はまた別の動画でやるんで、そっちもよかったら見てみてください。正直ね、7つに絞るのめちゃくちゃ難しかったです。どの武器も非常に魅力的なんでね、誰が出たから外れとか、誰が出たからめちゃめちゃ当たりっていうのは基本的にはそんなにないんじゃないかなと思ってます。というわけで早速やっていきましょう。さあ、まず1体目はこちら、モンキーディールフィーのアシスト、こちらの麦わら帽子ですね。これ上のバギーに傷つけられたところちゃんと再現されてるのいいですよね。この武器、まず覚醒が攻撃タイプ追加に、スキブにチーム HP 強化に、追い打ちに3色異常強化、結構バラバラいろんなものついてるんですけど、組み合わせとしてはなかなか面白いですよね。でスキルが13ターンで1ターンの間自分とサブの攻撃力が5倍、サブまで全部ね5倍にしてくれるので、個別デバフに非常に強い形になってます。そして7コンボ加算、自分以外の味方スキルが2ターン貯まると、なので実質スキブ3、これはいい武器ですね。この武器現状でも非常に強いんですけど、今後この追い打ち覚醒、これがねどのくらい攻略に響いてくるのかっていうのが気になります。今後覚醒無効からのテープとか雲とか、まあ、それをね5、6番面でもバンバンやられたりすると、この覚醒の価値はね非常に上がっていくので、火力も伸ばせるし、割と将来性もあるんじゃないかなということで、ぜひこの武器も持っておきたいですね。まあ、ただねルフィはこの変身形態も究極進化もどれも魅力的なんで、本当にどの形態にするかっていうのは非常に悩みどころなんですけど、自分あんまり本体で使いそうにないなって場合はアシスト進化にしてみるのもいいかもしれません。さあ、そして2体目はこちら、ブルックの武器ですね。まあ、ブルックはね本体も非常に魅力的な性能で、確定で買うと3680円とね非常に値段が張ってしまうんですが、それを加味してもどちらの形態もかなり優秀な性能になってます。で今回はアシストの話なんですけど、攻撃タイプ追加にチーム HP 強化が3つ、そして十字ですね。この組み合わせとしては初になります。ちなみにチーム HP 強化2つに十字だったら、他には水着風神とか、また黒への武器なんかがあります。でスキルもね結構強くて、13ターンで5ターンの間強化ドロップが 50% の確率で落ちてくる、5ターンの間3コンボ加算属性吸収を無効化と、非常に今の環境とマッチしてますよね。この武器はね攻略だけじゃなくて周回どちらにも使える非常に汎用性の高い武器なんじゃないかなと思ってます。5ターンっていうのもいいですよね。割と長く使っていけるんじゃないかなという武器になります。まあ、ただこれずっと言ってるんですけど、確定ガチャめちゃくちゃ高いんでね、正直まだブルック引けてないけどどうしようって悩んでる人は、まずは石100個追加で配られる分で引いて、ブルックが出なければ検討するぐらいでいいと思います。個人的にブルック1体も出なくて購入っていうのは割とありだと思いますね。さあ、続いての武器はこちら、サボですね。サボはね本体もなかなか面白いリーダースキル持ってるんですけど、今回はアシスト、これね分かる人は分かると思うんですけど、パッと見ハルクの非属性バージョンですよね。もうその時点で強い。ハルク武器はかなり戦術でも使われていて、 HP もしっかり漏れる上にパーティー全体の火力も上げられる、やっぱり携帯一つで複数の役割がある武器、これはぜひ確保しておきたいですね。でスキル、これもなかなか強いですよ。10ターンで敵の行動を2ターン遅らせる、2ターンの間ダメージ無効を貫通と、そんなにスキルターンも重くないんで、序盤で遅延要因として、中盤でまた遅延要因として使っていく、また継続する無効貫通持ってるんでね、場合によってはこちらも結構活躍する可能性はあります。この武器はまさに芝ドラで使えるので、1体と言わず2体ぐらい持っておきたい性能になってます。というわけでサボを引けた人はぜひ武器形態も検討してみてください。さあ、そして続いてのキャラはこちら、ハンコックの武器ですね。これもね、本体性能かなり魅力的なんですけど、アシストも強いですよ。バランスタイプ追加にスキブに回復ドロ強にチーム回復力強化が2つ。この回復ドロ強1がでかいんですよね。それこそドロップの弱化目覚め、もしこのサロメを入れた場合、回復も弱化でね降ってこなくなるということで、まあ例えばアレキサンダー大王との組み合わせが良かったり、まあ、それを差し引いてもスキブと回復力がっつり盛れる武器なので、これもね意外と出回ると思います。そしてスキル内容も結構強くて、12ターンで自分以外の味方スキルが2ターン貯まる、というわけで実質スキブ3の武器ですね。でからの1ターンの間リーダーと非属性の攻撃力が4倍、エンハンス倍率も4倍となかなか高いです。この武器に関しては何かが尖っているってことはあんまりないんですけど、無難に強い、いろんなところで使えそうな性能かなということで、ハンコックも余った際はぜひ武器形態を検討してみてください。そして5つ目はお隣のドフラミンゴですね。ドフラミンゴのファーということで、まず悪魔タイプ追加、これでかいっすよね。悪魔じゃないキャラにこのタイプをつけてラフィーネパで運用できたりとか、まあ、いろんな使い方があるんで、悪魔タイプ追加はね、個人的には結構強いと思ってます。そしてスキブにチーム HP 強化2つに指。これね、指も持ってるんで、ラフィーネをね、確実に意識した性能になってると思います。そして肝心のスキル。18ターンと少し重いんですが、3ターンの間操作時間が2倍、3コンボ加算、自分以外の味方スキルが3ターン貯まると、スキブにチーム HP 強化2つに3ターンヘイストはこの武器が初めてになります。2ターンヘイストで言えば緑おでんの武器がありますね。というわけでこの武器も非常に分かりやすい強さを持ってますよね。幅広く変身をサポートしていける武器、これからも2段階変身の強いキャラとかたくさん出てくると思うので、そういった場面での活躍も期待できます。なので攻略をやっていきたいよって人はこの武器も1体確保しておきましょう。さあ、続いて6体目はこちら、マムの武器ですね。
まあ、これはねどっちも強いです。まずはこっち、悪魔タイプ追加にスキブに泥強が合計6個からの3色異常強化で、スキル内容が14ターンで全ドロップの6個を解除し、火光闇に変化、火光闇に限定し、なおかつ回復も作らないんで、ちょっとパーティーを選ぶ感じはしますけど、継続するダメージ激減持ってるんで、このスキルがうまく噛み合えばかなり強い武器になってます。泥強持ってるのもいいですよね。はい、そして2つ目、こっちが3色だったのに対してこちらは4色と、悪魔タイプ追加に4色異常強化にチーム HP 強化とチーム回復力強化がそれぞれ1つずつからの雲耐性、火力も上げられて耐性を持ってる。これもね多色パだったら割と汎用的に使えそうですよね。でスキル内容もねこれ悪くないですよね。12ターンで全ドロップの6個を解除し5属性に変化というわけで、回復は作ってくれません。ビッグマムの能力でライフを削るみたいな、なんかそんなあった気がするんで、多分それを再現してるんだと思います。でそして下の効果、3ターンの間悪魔タイプの攻撃力がなんと10倍、全ドロップを強化と。自身で悪魔タイプ追加持ってるんで、まあ、自身が完走するのはもちろん、悪魔タイプ染めのパーティーだったらパーティー全体の火力もねめちゃめちゃ上がって、これかなり強いスキルですよね。この武器の使い道としては多色限定になっちゃうので、そんなにバンバン汎用的にめちゃくちゃいろんなパーティーで使えるよって感じではないんですけど、多色をよく使うよって人はこの武器の出番も結構あるんじゃないかなと思います。メルティの円破倍率を上げられるのもいいですよね。そしてラストはこの男カイドウですね。まあ、これもね変身形態80を下してかなりね面白い性能持ってるんですけど、アシストもかなり面白い性能持ってます。ドラゴンタイプ追加に 7C にチーム HP 強化が2つ、ワンピースコラボをきっかけにパズドラ始めたよって人に言っておくと、チーム HP 強化、このハートのやつですね、これを複数持ってる武器は大体強いです。で今回はそれにプラスして火力も2倍上げられちゃうと。で下の泥強4つも環境にマッチしてていいですよね。泥強って結構バカにできないぐらい火力上がるんで、これもありがたい。まあ、ただスキル内容としては正直そんなに強くないんですよね。12ターンで1ターンの間7コンボ加算、自分の攻撃力が10倍、なんで自分の火力をがっつり上げられるのはいいんですけど、正直このスキルを貯めて使いたいという感じではないですね。なんで基本的には覚醒メインで、場合によってはスキルを使う場面があるかもねぐらい。カイドウに関してはさっきも言ったんですけど、本体が非常に魅力的なんでね、まずは本体、そして2体メイクをもしくは本体を使わないなってなったら、まあ、ぜひねこちらのアシスト進化も作ってあげてください。その他のキャラに関しても非常に面白いキャラたくさんいます。まあ、例えばヤマトの武器、これねめちゃめちゃスキルターン重いんですけど、5ターンヘイスト、5ターンは初なんですよね。まあ、ただやはりスキルターンの重さがネックになってくるんで、少なくとも現状はそこまで出番は多くないんじゃないかなと思ってます。他にはキャロットの武器とか、これもなかなか面白い覚醒とスキル持ってますよね。ダブル吸収無効なんで溜まっても全然嬉しいと。で他には隣のローの武器、まあ、これもね覚醒が3色だけってのが少し寂しい感じはするんですけど、リラチェンスキルなんでね、これだけでぜひ持っておきたいですよね。まあ、あとはフランキーの武器、これもなかなか面白いですよね。雲とテープを両方持ってて2ターンヘイスト、結構もうね初心者に優しい武器だと思います。この武器もね普通に強いんですけど、まあ、個人的にはこの雲かテープどっちかを他でね補えている場合だったらそんなに優先して使いたいと思わないんで、まあ、これもあくまでどっちもね耐性がなくて2ターンヘイスト欲しい時に使うみたいな、結構初心者の人にも汎用的に使いやすいいい武器なんじゃないかなと思ってます。まあ、ぐらいですかね。まあ、他にもねもちろんたくさんいろんな優秀な武器あるんですけど、全部ね紹介していたらキリがないので、今回はこの辺にしておきましょう。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回は攻略編ということで周回で強そうな武器は紹介してなかったんですけど、冒頭でも言った通り周回で強そうだなって武器ももちろんあるので、それはまた別の動画で紹介していこうかなと思います。この武器強いぞとか、こういう使い方があるぞとか、そういうのがあればぜひコメント欄に書いて教えてください。ワンピースコラボ非常に盛り上がってますね。もう昨日なんかはサーバーを落ちて全然ログインできなかったんですけど、もう久々のサーバー落ちで、あ、まだまだパズドラは人気なのかなっていうね、ちょっと嬉しかったです。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をしてってください。バイチャオーディオス。